今から行けばいいのか。わかった。おお、君がジェノス君か。バング、S級3位のシルバーファングか。連中はみんな本部に行っちまって、この支部は空っぽじゃよ。災害レベル竜の最悪の事態を押し付けおったわ。35分後にここ Z 市に落下する巨大隕石を。隕石？急に軌道を変えたようでな。この地もろとも侵入するつもりらしい。今回ばかりはどうにもならん。君も大切な人と遠くへ避難するといい。ヒーロー協会から市民の皆様にお知らせいたします。ほほ、パニックが起こるぞ。避難しないのか。わしは代々継いできた道場を離れるわけにはいかんからの。行ったか。行ったけ遠くまで避難してください。さすがに今回は生存を諦めている者も多いな。S級7位、高火力の兵器で敵を周囲の建物ごと粉砕するヒーロー。ボフォイ、お前の力を貸してくれ。断る。なぜだ。俺は新兵器の実験のために来ただけだ。残念だが俺は命を懸けてるわけじゃない。それと俺はボフォイではなくメタルナイトだ。急いの発射。衝突まで推定あと33。心に乱れが見える。お主は失敗を考えるにはまだ若すぎるの。自分の全力を尽くさずして何がベストだ。この一撃に俺の今を全てを捧げる。ここが俺の墓場か。じいさん、こいつ任せるぞ。ん？俺の町に落ちてんじゃん！ねえ！砕きよった！信じられん！だが…このビルだけじゃない。一件落着だな。彼は、なぜ二人が、もしあの二人は師弟関係にあるのか。今日飯何すか。キャベツがまだ残ってたよな。キャベツだけでは何もできませんね。いいか、キャベツを甘く見るな。やはり二人は師弟関係にあるのか。やはりこのままでは流水岩再建に未来はない。よし、おっす。あ、大したもんじゃな。誰だっけこのじいさん。シルバーファング。おお、こうして近くで見ると案外と普通の男だな。ランクだけで言えばジェノス君の方が上じゃが、それを凌駕する流儀が彼にあれば話は変わってくる。行く？はい。時に埼玉君、武術は一体どこで学んだ。流派は何じゃ。筋トレ
かな。なんとこやつまだまだ伸びるぞ。今度うちの道場に遊びに来てみんか。あ、これわしの道場の住所。明日は予定開けとくぜ。先生はタジーさん、明日な。先生、なぜこん、付きあり。買い物の間だけで軽く200回倒せたわ。先生、猫かと思ったらビニール袋だった。なんという肉体。あれなら油断や隙を作ってしまうわけだ。わしの脳内シミュレーションも変わってくるな。うちの道場に武術協会から送られてきた高級肉があるんじゃが。奇遇だな。ただ肉を渡す前に見てほしいもんがある。ってもらおうと思ってな。分かったから早く肉くれよ。おい、だから肉はよ、勝負に勝ったら食わせてやるわい。ちぬ、はえ、ロケン取ったぜ。それならこれは古くから我が道場に伝わる鍛錬法であり、組手競技の一種じゃ。叩いてかぶってじゃんけんぽんだろ。ま、一般的にそうじゃ。先生、俺がやります。叩いてかぶってじゃんけんぽん。まず一本。面白いじゃねえか。叩いてかぶってじゃんけんぽん。くそ、もう一回だ。けん、おわん、おわん、ぽ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 ん。叩いてかぶってじゃんけんぽん。こやつ、わしの負けじゃ。真剣勝負ならどうなっていたか。しかしどうじゃ、二人とも手を合わせてみてよう分かったろう。道場に通ってみたくなったじゃろう。いや、全然。あ、そう？